ご視聴ありがとうございます。これよりお届けいたします作品は、吉川英治描く若き家康。それでは本文をどうぞ。この一語、道は山あいへ、また低い峠を越えて、いよいよ国境へ近づくとともに、地形は複雑になってきた。見えた、丹下だ、丹下の砦。喘いできた兵は口々に言った。鷲津、丸根の砦の二つまでがすでに落ちた後なので、その丹下もどうあろうかと案じきた眉が皆晴れた。丹下はまだ支えていた。そこの味方は健在だった。信長は着くとすぐ首相の水野忠光へ行った。もはや守護は無用、かような小さい殻は敵へ投げ与えてもよし。信長の軍が望むところのものは他にあるぞ。そこの兵力もすべて前進軍のうちに加え、休息も取らず、さらに前勝寺の砦へと急ぎに急いだ。そこには佐久間信時の守兵がいる。信長の姿を迎えた刹那、砦の兵はわーっと声を上げた。頑固ではない、半ば泣いてあげたような悲壮などよめきだった。おいでられた、殿が、信長様が。とかく信長とはいかなる大将か。自分らの主君でありながら、まだ端の端までは分かりきっていなかったのが事実である。この孤類に討ち死にと覚悟を決めていたところへ、突として信長自身が出馬してきたことが意外のあまり兵をして緩急させたのだった。御馬前で死ぬものならと皆奮い立った。星崎方面へ突き出して働いていたさっさ隼人正正次も300余りの手勢をまとめて信長の旗元へ集まってきた。信長は砦の西の峰に一応それらの兵をまとめて人数を点呼した。この明け方、清須の城を出た時は渋中のわずか六七であったものが、今ここで越すれば約3000に近い兵が数えられた。合して5000と称した。信長は静かに思った。これこそは尾張半国の我が領土の本当の全軍であると。留守も小詰めもない、岡田軍の全部はこれきりなのだ。本望、何かしら微笑された。そうしてもう四股のうちに見える敵、今川の四万の婦人とその奇声を見るべく、しばらくの間騎士を隠して峰の一端から形勢を展望していた。浅野又右衛門の弓隊はそこの本陣からやや離れた山陰の腹にたまっていた。弓の衆の一帯ではあるが、今日の合戦に山勢の戦いなどはないと見越して皆槍を持っていた。その中に飛ぶ吉郎の率いる30人の足軽正体も混じっていた。休息という声が武将からかかると、藤吉郎も自分の組の者へ「休め!」と号令した。はっとみんな大きな息をつくと、ほとんど誰もが一緒に尻餅つくよぼに山陰の草の中へ腰を落とした。藤吉郎は湯気の立つ顔を雑巾のような手ぬぐいでぐるぐるこすっていた。おい、誰か俺の槍を持っていてくれんか、この槍を。彼が怒鳴ると座ったばかりの部下の一人がはっと立ってきて彼の槍を預かった。そして藤吉郎の歩いていく方へ後からついていくと
混んでもいい、混んでもいい。組頭、どこへおいでになるんですか。友は無用、クソしに行くのじゃ。臭いぞ、帰れ帰れ。笑いながら崖道の陥木の中へ沈んでいった。彼の部下は藤吉郎の言葉を冗談と思ったのか、佇んで彼の行方を見送っていた。藤吉郎は南向きの山の傾斜を少し降りて、山鳥が土を浴びる場所でも探すように、頃合いなところを見つけると悠々腹帯を解いてしゃがみ込んだ。実を言うと今行の出陣は実に急速だったので、身に具足をつける時間がやっとあったくらいで、接近に入って腹具合を整えるいとますらなかったのだ。で、清州から熱田、丹下とかけてくる間も、どこかで軍馬を休めたら、まず何よりも毎日習慣のものをきれいに出して、心置きなく戦いたいものだと思っていたので、今その思いを果たしつつ、休みながら青空を見ていると、何とも言えない爽快を覚えた。しかし、戦場の習いで、そうしている間も油断はならなかった。愛人の場合など、よく敵が陣地を離れて、のうそしているのを見つけると、戯れ半分にも、あいつを射止めてやろう、などという気が起こるもので、そういう経験は藤吉郎も持っているから、青空ばかり眺めて、恍惚ともしていられなかった。山裾から二三丁ほど先へ目をやると、黒須江川の流れが帯のようにうねって知多半島の海へ注いでいる。そこの河畔に一軍の兵が陣取っていた。旗印をよく見ると味方である。味方の梶川和秀の陣だ。そこからすぐ開港の方へ寄って鳴海の城がある。これは一時は織田で落としたが、その後また駿河勢力に参植されて、今では敵の岡部元信が固めている。また黒須江川の東岸から南へ一筋の街道が白く見える。鷲津はその街道の北側の山地にあり、もう焼かれ尽くしたか、余人も力なく一面に野地や海辺を曇らせて見える。その付近の畑や部落の周りに虫のような小さい人影や群馬がたくさん見える。山の手の方に寄っているのが今川方の将朝比奈勝上の軍勢であり、街道寄りに陣しているのが三河の松平元康の兵と見えた。たくさんいるなあ。藤吉郎は小国の兵馬の中にばかりいるせいか、敵の大規模な兵力を見ると、よく言う運河のごとくという言葉がそのままに思い出された。しかも松平朝比奈などの軍はほんの敵の一次第であることを考えると、なるほど、信長様のご決心もこれは当然だわい、と思った。いや、人事ではない。自分もこの世にクソをひるのも今が最後のものと思った。人間って妙なものだな。これで明日はもうこの世にいないのか。そんなことまで考えたりしていると、ふと誰やら下の沢の方からガサガサと陥木をかき分けて上がってくるものがある。敵。戦場でのこの直感はほとんど本能的にすぐ頭を突き抜くものだ。敵の物見が信長の巨人の背後を探りに来たものと彼はすぐ考えたのである。せわしげに腹を締めて立ち上がると、沢からよじ登ってきた兜と陥木の中から不意に立った彼の兜が言い合わせたように双方から見合った。よう、
木下。お、犬千代か。どうした。お主こそどうした。どうもしない。ご歓喜を受けて以来浪人して遊んでいたが、とのお家人にも覚悟のご出陣とみてお供にはせ参じてきただけのこと。そうか、よく来た。藤吉郎は目を熱くしながら相手のそばへ寄って手を伸ばした。それは旧友前田犬千代。握り合う手と手のうちに二人は万感を込めていた。平常かかる織元心がけていたのであろう。犬千代の鎧は華やかだった。小金から脅しまで新しいので散乱と目を入る。そして肩には梅鉢の紋ぶった旗差し物をかざしているのだった。良い男ぶり。藤吉郎すら眺めた。ふと後に残してきたねねを思い、彼を考え、そして自分の身に帰って、以来どこにおいでたか。さっさ殿の舎弟蔵之介成政殿の好意で成政殿の乳母との田舎で時節を待っておった。ご歓喜を受けて追放されても他家へ随身の心も抱かずに、ほとより二心はない。たとえご追放は受けても殿のご折檻、この犬千代を真実人間にしてくださろうおぼちめしと思えばむしろありがとうて。涙もろい藤吉郎はもうまぶたを熱くしているのだ。今日の合戦こそ織田の玉砕であり全軍一致の戦いと分かっていながら、九州を慕ってこれへ来た友の気持ちが彼にはたまらなく嬉しいのであり、そしてともすればまぶたの熱くなるわけであった。いや、よく分かった。それでこそ前田犬千代。殿は今この上で今朝初めてのご休息。今のうちだ、早く来い。待ってくれ木下。だが俺は御前へは出ないつもりだ。なぜ。この際だから一平でもとご歓喜を許してくださろうなどというつもりではないが、そんなつもりで来たかと即身に見られるのが嫌だ。何をバカな。みんな死ぬのだ。お主も御馬前で死ぬ気で来たのではないか。そうだ。しからば何の神釈もいるまい。人の思惑、世の口の花とは生きている上のことだ。いや、黙って死ねばいいと思う。それで俺は本望だ。殿が許してくださるもくださらぬもない。それもそうか。木下。ん？しばらくお主の陣場へいそましておいてくれ。構わぬが、俺の組は足軽隊の中の30人組。その武者ぶりでは目立つな。こうしていよう。そこらに落ちていた馬の荒帯らしい古布を犬千代は頭からかぶって足軽たちの木下隊へ這い込んでいた。少し身延びをすればそこからでも信長の将棋盤がよく見えた。信長の高い声すら風の加減では聞こえてくる。今彼の前にはさっさ早殿将正次が何やら命を受けているらしく図を下げていた。そちが手勢を引っ下げて敵のなる身を横合いから突き崩してみせると申すか。信長の声である。正次はそれに答えて、なる身乱れたりと見えましたれば殿には無に無三。黒須江川に沿うてお取りかかりなされます。そして敵の朝比奈軍を突き破り松平元康を葬れば駿河殿の前衛は全くあらず、義元の本陣へまでも長く迫りうるかと存じまする。よし。信長は断歩下して行けと言葉に力を込めて言った。してさっさ正次がすぐ立ちかけると、遅れもあるまいが
隼人の手勢のみでは血と不足。千秋、千秋、そちも行け。旗本の内から名指された千秋加賀の神末忠が黙礼したのみで将棋場から立ち去ると、正次の姿ももうそこに見えなかった。いや、見えないといえば、飛ぶ吉郎の陰にかがんでいた犬千代もいつの間にか見えなくなっていた。しばらく、しばらく、さっさ殿しばらく、千秋殿しばらくお待ちを。大声を上げながら軍馬の後を追いかけてくる者があった。今信長の前を下がって、そしてこれから短平宮に息の鳴海へ奇襲すべく、伝承寺の峰下から感動へと早手の予防に通りかけた、さっさ正次、千秋加賀の神、岩室重吉などの304人の決死隊なのであった。あれ、早手の将正次は誰だ。馬上から振り返った。千秋、岩室の二将も何者か、怪しんで辺りへ行った。もう決死の崖っぷちに足をかけている兵である。いかに覚悟の前といえ、目はつり上がっている。心の平衡は取れていない。何者かと問えば、何者かと同じようにどよめき惑うばかりだった。ごめん、ごめん、列の中をこう叫びながらかき分けるように前の方へ駆け抜けてきたものがある。よっ、誰の目にもすぐ止まったのは、その若い武者のかざしている旗差し者の梅鉢の門であった。 お犬ではないか。さっさ隼人がそういった声を目当てに、犬千代でございますと、その馬前へ来て槍とともに大地へ伏し、お連れください。犬千代は叫んだ。隼人は彼が今日あることを意外とはしなかった。夫の成政から常々それとなく噂も聞いていたからである。だがご歓喜のものをと、岩室千秋の二人にはばかられてすぐ答えもしえなかった。すると岩室重康が、さすがはと共鳴して、差し支えもおざるまい、今日という今日においては、いどい。千秋加賀も大きくうなずきながら何のためらいもなく言った。地での友よ、一人でも多いは楽しい。お犬殿の神帝弓矢の神も承らん。笹殿、彼の願い許しておやりなされ。かさじけない。隼人は犬千代に代わって思わず礼を言った。そして馬上から声にも目にも思いを込めて、許す許す、ものの見事に働かれよ。ありがとうございます。犬千代が立つと同時に300人の渋滞は再びいそうな眉と口に一矢を見つめながら白昼を真っ黒にかけていた。やがて鳴海城の絡め手の方角に突貫のどよめきが上がった。無理押しに押し攻めたのだ。無に無散、わーわーと聞こえる声津波のうちに前田犬千代の声も混じっていたのである。歯がほどなく300の決死隊が前進したばかりの感動を、たった4、5名の兵が火の玉のように血まみれとなって、そのうち一人は牙で前所墓地の方へすっ飛んでいった。信長の陣へは全軍あらまし全滅が伝えられた。たった今信長の前ぽさって、まだ目の底に姿も残っている、さっさ隼人の将正次、岩室重吉、千秋加賀の神らの将も皆枕を並べて戦死したことが嘘のように報告されたのであった。さっさ千秋などの率いる奇襲隊が鳴海城の絡め手をついて、そこの一角を破ったという合図を見たらすぐ信長は正面から全力を持って当たり、一気に鳴海を落として敵の側面勢力を崩し、一方味方の足場とする作戦であったのである。で、彼はもう全軍を率いて
前哨山の山を降り、今にもと戦機を待ち構えていた出花であった。ところへ味方は総崩れ、さっさ千秋山室殿にも前後して討ち死になされましたと引っ返してきた手追いから聞いて、彼は今更のようにもはやかと思わず言った。字の無造作、死の速さ、嘘か事実かを疑う間もないくらいだった。徳光とは覚悟の前ながら、その慌ただしさにさすがに彼も胸騒いだ。そうか、あぶみに踏み立って者ども。眉は眉ずみで描いたように濃く強く見えるほど、すさまじいその総合の皮膚は冴えて血の毛も見えなかった。一時前には佐久間大学飯尾近江、今はまたさっさ岩室千秋なんど、信長の先駆けして黄泉の前触れに立ったるぞ。肉や小賢しの敵めら、いで信長が踏みつぶして先駆けの少量どもに手向けせ、続け信長に。しこして大声に言うと、馬首を敵地へ向けて駆け出そうとした。はいや殿、流行りたもうな、しばし、しばしのほど。池田勝三郎、柴田権六、林佐渡、その他の旗本たちは一度に鎧の兵をどっと彼の馬前に作って、これより先は泥田のあぜや狭き藪道、一筋押しのお先駆けはあたら無駄にお命を捨てに流行り遊ばすようなもの。また織田家中には殿のほか人もなきに似たり、おとどまりそうらへ。まずまず。人々が信長の駒を押さえて、その蹄のあがきを無理に押し返しているところへ、一騎、実にただ一騎、それは意外な方角から低く飛ぶ鳥影のように来るものがあった。何者？信長の目が先に見つけた。見守る全軍の瞳にそれは次第に近づいてきた。旗本の群れの淵から矢に場に踊り出した柳田弥次衛門が、わかりまいた、わかりまいた、あれよ、この方がかねて街道の方面へ放ち置いたる家の子の一名でござると眉に手をかざしながら狂気して怒鳴った。柳田の労働はそれへ来て主人の名を呼び回ったが、その主人弥次衛門が信長のすぐそばから声をかけたので、はっと遠くへ手をつかえてしまった。なんぞ知らせやある。信長は弥次衛門に靴輪を取らせながら柳田の労働の方へ自身から駒をゆるく進めていった。ござりまする、ござりまする。今川勢の主力義元とその旗本らの本陣はつい今しがたにわかに道を変えて桶狭間の方へ向かいました。何？乱とした目で、では大高へは向かわずに義元は桶狭間へ道を変えたとか。信長の言葉のうちに、ほう、また来る。一騎二騎、ここへ鞭を上げてくる味方の物見に、人々は異様な目で息を鳴り沈めて待っていた。前の報告に続いて早物見の者からさらにこういう情報が信長の耳へ入った。今しがた桶狭間へと道を変えた今川の本軍は道所の南田楽狭間の窪から小高い場所へ渡って本陣を移し、義元殿を真ん中に兵馬を居こわせておる様子に相見えまする、というのであった。信長はその一瞬刀の肌のような澄んだ目をして黙り込んだ。死ただ一死と、一途に真っ暗に捨て身に寝合楽は潔くとばかり、この暁から今日の中天の頃まで
シャニムに気はしたが、ふとここで、あわよくば、と雲の切れ間から一筋の光を見たように、戦いの勝ち目を思ってみたのである。正直それまでは、勝てるという自信はなかった。彼はただ武門の名において勝とうとしたのみである。あわよくば、勝ちえもせん、と考えついたのは、この瞬間、実にこの瞬間、ふとひらめいた考えだった。人間の脳裏には、生活の一時一時を刻むがように、絶えず雨粒にも似た想念の断片が明滅している。死ぬる間際まで、人間は切れ切れな想念の連続から声を出し、身を動かしている。正しい想念、身を滅ぼす想念、種々な思慮のひらめきの取捨によって一日の生活が組み立てられてゆき、生涯の人生が織りなされてゆく。平常の取捨は熟慮のいとまもあるが、生涯の大運は突としてくる。右か左かは多くは急場に迫ってくるものである。信長は今まさしくその岐路にいた。そして無意識に運命のくじを引いていた。人間の素質あるいは平常の心構えなどがこういう際の直感を迅速に助けてその方向を誤ったしめないことは確かであった。結んだまま容易に開かぬ彼の唇が何か言おうとした時である。柳田弥次衛門がそばから怒鳴った。殿、よいおり。思うに、自分の太夫吉本には、わしず、丸根を落とし入れて、織田の手並み、たかは知れたり、上洛人の門で、幸先よしと、すでに満身ないたして、兵馬も誇り立ち、戦機も怠ってあろうずと存ぜられまする。天気は今、不意をついて、吉本の幕中へ。てめぎらは、お味方の勝ちは必勝。信長は彼の高ぶる声へ合わせて、それだと蔵壺を叩き、弥次衛門、いみじくも言うたり、信長の意中もそれよ。今こそ吉本の首に合わん。天岳狭間はこの道を真東よな。柴田権六とか林佐渡とかいう重臣たちは、むしろ物見の報告を非常な惑いと危惧を持って聞いたので、信長の直感とその幕臣ぶりを立って止めたが、信長は聞かず、ケイラ、老朽の知者ども、この後になお何を惑うぞ。ただ、信長に続け。信長火にいらば火の中へ。信長水の中にいらんには水の底へ。他もなくば、他の汗で身が行方を見物せい。一生を冷ややかに浴びせると、信長は静かに駒首立てて全軍の突角まで出ていった。第14章、この一語、読み切り。